さんこんにちは、現代のもののけ姫とトマコです。今日は、コラボ動画ということで、はい、中島涼子さん、YouTube 車椅子ですが何かですよね。はい、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ会いたかった人に、本当私がもう DM でもうプッシュプッシュしてコラボしてもらうことになりました。ありがとうございます。嬉しいです。かわいいな、かわいい、めっちゃ恥ずかしい、かわいいわ。で、今日は質問形式っていうことで、はい、結構YouTube の中ではすごい性のイメージがめちゃくちゃ強い涼子さんなんですね。ちょっと性に関して私が抱えてる、あんま聞けないことと、ちょっと答えてもらえることだったので、聞いていこうと思います。じゃあ早速いいですか。はい、お願いします。はい、じゃあ、まず受賞したのは何歳？受賞は9歳なんです。あ、9歳っていうことは、じゃあもう処女を捨てることなく。そうです、経験する前にもうなってるので、感覚を知らないんですよ。私悲しいかな。じゃあ感覚をなくしてからの初めての処女脱はいつですか？は、遅めで23です遅いです。トーマスです、初体験泣いて。やばい。ちなみに、はい、普通の男性としたんですよね？そうですね、普通でした。アメリカの方と。あ、はい、アメリカに18から行ってたんですけど、はいはい、23でアメリカ人の男性でした。どうでした？楽しかったですっていうか、感覚ないんでよくわかんないんですけど、でなんかそういう流れでそうなった時に、あ、やばい、これがテレビでよく見るあれだと思ったから、もうテレビでの知識を使って、なんか演技というか知った顔して、すごい慣れてるふりしてましたけど、緊張しました。でもやっぱりちょっと感じない？全然。でもなんとなくわかるんです、なんとなく振動で、その振動をなんか気持ちいいと思い込んで演技をしました。でもあっちには感覚がないよって言ってなかったですか？言ってないんですよね、後から言いました、実はなくて。でもあんまり気にしてなくて、向こうも。そうなんですね。なんかちなみに、はい、排泄障害もあってるじゃないですか、はい、なんかいろいろ調べると、やってる最中に漏らす、あ、漏らしますよね、普通にって書いてあったんですけど、はい、漏らします？おしっこ出ますよねでもわかんないの、それが出てるか、それが違うものかもしれないし、それがわからなくて、はい、なんだろうって思ってました。それで車椅子の友達ができた時に、はい、その悩みを言ったら、あ、出るよねって普通に言ったんで、みんなおしっこ出るかなと思って、健常者の子に言ってもあんまってもらえなくて、抑えればいいじゃんみたいな、抑えないわと思って、行為中に出ます。だからトイレに行ってからしてます。あ、そうすると、まあ、出にくいけど、それでも出る時ありますよ。ああ、そうなんですね。悩みです。ああ、でもそういうなんかフェチな人もそう、それがあれだと思う人いますよね。しかも違う、あ、そう俺がなんかあるしたみたいな。女性でもやっぱ普通の健常者の時に、なんかこう NG なんだろう、ちょっと18禁すぎて言えないけどいや、いいです、あまりにも興奮するとやっぱ漏らす行為があるんですよ、普通にね。健常者で？あります、あります。それなのかな。いや、私もあるかもしれない、健常者で。でもそれはやってる行為だと男性はめちゃくちゃ興奮するんですよ。それだと思われてればいいですよね。そうですね。興奮したね、漏れるってことですか？じゃなくて。いや、もう漏らす。そう、難しいです。珍しいです。漏らした経験はあります。健常者時代。健常者で、今は？今はないってか、まだ経験がないので、ね、これからです。本当は、で、昨日する昨日セカンドバージンをやる予定があったんだけど、ちょっと男性の方や予定が合わなくて、ことはまだあれなんですね、車椅子になってからまだしてないんですね。まだ処女です。じゃあしたらぜひまた感想文を YouTube に上げてください。そうです、もうめちゃくちゃリアルに伝える、ね、演技頑張ってくださいねいやでもこら辺上半身で補ってもらえれば、上半身でカバーすればいい、幹部良好になってきます。逆になってきます。なってきます。知らないけど、知らないそっか、全然エンジョイしますよね。ちなみに、じゃあここ最近、いや、ダメだったらいいですけど、全然いいです。ここ
最近いつしました？私最近本当になくて、やり方を忘れたぐらいやってなくて2、3ヶ月前ぐらいです。へえ、それってリピーターなんですか？ちなみにそれはなんかアクシデントアクシデントで一晩限りの。ああそうなんですね。そうでしたね。でもそんなことやめようって思って、うんうん、最近はやってないです。なんかやりたくなる時ってありますか？あります。あります。あるけど耐えますそういう時にあの出会い系をしたくなるんですが、うん、耐えてます。へえ、そっか。なんか地上で出会いたいなってちょっと思って最近。まあそうですよね。でもまあ出会い系もいいですけどね。遊んだり出会いを結構出会えます。出会えました。あのそれであのいろんな人とデートをしたり、うん、覚えました、いろんなこと。あ、危ない経験はないんですか？危ない経験意外にないんですよ、ね、私は殺されそうになったりはないんですいやそっか。じゃあちょっと私もマッチングアプリで。マッチングアプリ楽しいですよね。いやでも面白いです ね結構だから私はすごい紅椅子をそのままに出してるので。あ、出すタイプ。それでいいねをしてくれるからそれでいいんだろうなっていうのが分かりやすい。そうそう、いいです、ね、そうなんです。じゃ言わなくていいですもんね。あとそうなんです。だからすごい楽です。私と逆パターンですね。私は顔だけ出して、めっちゃ可愛い写真載せて、いっぱいいいね来て、あーいいね来るってちょっと調子乗ってで、ちゃんとした話を進む人とだけ、実は車椅子なんだけどいいって言っていい人とこう繋がる。へえ、そうなんですね。言う時にでも引く人もいるんですよね。無理だわ、引くけど付き合ってみようって言ってくれる人もいたり、そこで人間を見るみたいな感じでした。だから私あの本当自分の地元でやると、はい、東北圏内の人しかやっぱいないので人数がすごい少ないんですよ。だから東京に行った時にめっちゃくちゃやってるんですか？今寝る前めっちゃ見て、今日もやった方がいいですね。すごいめっちゃいますね。すごい来ますよね。びっくりする。もう都内めっちゃ来ますよねちょっとね、じゃあ多分東京にいる間にじゃあやりますね。セカンドバイト今年中にはちょっともうだいぶできると思います。すぐできそうそっか、そのそれちょっと今度教えてほしいです。わかりました。演技で演技しててなんかそんなに感覚はないよね。演技してたら目つぶって演技してたら終わってて目開けたら終わってたみたいになって。ちなみに、はい、タイは普通の正常です。バックができないので足が動かないので。寝バックはどうですか？手が疲れますよね。あ、そうなんだ。手と頭が疲れます。へぇ、あんまり楽しむ雰囲気になれず。そうやっぱ正常位で相手が持ってくれてるのが一番いいですね。そこが好きですから。でもバックもやってみたいです、いつか。将来のバックって前言ったんです。でも駅弁もありますから、ね、駅弁、今流行りの。連打監督でやってましたね。ネットフリックスも見ました。そう、イケメンもあるから、イケメンはね、ただ抱っこしてもらえればいいから、体力、マッチョな人だったら、そう、相手次第ですよね。全部あれば相手に委ねるもの。あれって健常者でも全部ですよね。あ、そうです、そうです。ただ、こう、首にやってるだけで、足がこうやってそれ、ありますか？経験あります、あります。すごい、イケてる、この人それないわ。健常者の時はバリバリ、あ、バリバリ、あといろんな活動をしていろんな活動、いろんな活動、今度そこ深掘りしたいです。わかりました。ちょっと今日は、ね、第一弾で、そうですね、いきなりね、こんな話ですいませんでした。じゃあちょっと、そうですね、だいたい時間だって、じゃあだいたい性のこと、そう、私の疑問がすごい聞けたので、ですか、まず初級編ということで。初級編、じゃあまた次回、またじゃあその駅弁経験したら教えてください。はい、じゃあやったら教えてください。わかりました。楽しみですね、2段。そうですね、じゃあ今日はこんな感じで私の質問、性の質問を答えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみですね。はい、じゃあ今日はこんな感じで、この動画がいいねと思った方はぜひいいねボタン、高評価ボタンとぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。